どうも、カツです。今回もですね、星のカービィスターライズの続きをやっていきたいと思います。前回やったところはね、大魔星マジュハルガロア、そしてこちら人工衛星エンデッドをやってきまして、そのままね、最後の戦いの方まで一気に駆け抜けてしまいました。私、駆け抜けてしまいまして、スターアライズのところね、星のカービィスターアライズのステージをねやったんですよ。で、最後のところまでやっちゃったんですよね。私もそう、エンデニールのところまで、そう、ザンパルズティザールとハイネスの戦って、そしてエンデニールのところをねやって、そしてエンディングまで出しちゃったというね形でございます。なのでね、今回は残されたエクストラステージたちを順番にクリアしていきたいと思います。エクストラステージね、4つあるんでね、多分僕2つずつやってって感じになるとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、最初のエクストラステージからやっていこう、やっていきましょう。てかお友達いないね、今一人ぐらいはいた方がね助かりますから。いや、本当は4人いるよって話なんだけど、今回は誰にしようかな。まずグーイと一緒にいようかな。その方がなんかグーイっていろいろとね、すごくね助かるので、グーイと一緒に行こうかな。さあやっていくぞ。どこだろう。あ、ここ、そうそう、クリアしたご褒美に能力星っていうところがねオープンしているんですよ。いろんな能力が取り放題っていう、すごい至れり尽くせりなところなんですよね。さあどれ取ろうかな。というかハンマー、ストーン、どっちかがいいのかな。ハンマーになっておこうかな。というかこれでもうフレンズになり放題、フレンズ取れ放題、なり放題というかフレンズ選び放題じゃないですか。おお、どうしようかな、誰にしようかな。いや、誰が一番いいのかが分からなくてね、私としても。一応アーティスト、そしておー、幅広くてちょっとね分かってないけれども、今あマイクもいいかな。あ、マイクは自分で撮ってくださいですか。で、あ、しまった、ハンマーのところ行くのに、あ、ここはテストマッチのところと間違えました。よいしょー。あー、ハンマーはどこでしたっけ。こっちだったっけ。あったあった。友達に、あ、失敗、友達になろう。緑色になっちゃったけど、さあフレンズ、僕と一緒に行こうぜ。さあエクストラステージの旅へ、レッツゴーだぜ。さあ能力星でいろんな能力をゲットしてだぜ。そしてエクストラステージへ行くぞ。まず1つ目、エクストラスターアルファ入っていくぞ。よいしょ。落ち葉をきれいにしよう、クリーンで。まさかクリーンが必要な顔で、俺じゃね、ここ軽やかな音楽ですね。あ、なんか季節が変わるっていうところとか、なんか銀河に願い、あれに、銀河に願いをだ、なんかそういう感じに近いものを感じますと、春夏秋変わってる。朝、あー、夜、朝は夜、朝昼夜ってことか。思いっきり騒いじゃったね、俺としたことが。あー、じゃあここで
要なものがあるってことか。どうやっていくんだろう、これ。悩むぞ、だいぶ俺。自由に出入りできる。いた、いた、いた、いた。さあ、どっち側にあるかな。どっちにあるんだろう。レインボーのピース。おっと、これは何が必要なのか。違う、回復欲しいわけじゃなくて、これはどうすればいいの。コピー能力。よいしょ、ストーンでいいのかな。そしたら、間違えた。こうじゃなくて、あ、行き過ぎ。これで、こちらに変えて、少なくともこれではないよね。ソードじゃない。ストーンが必要なのかなって感じがする。ストーン、どこにあったっけ、そもそも。もしかして能力の星に行った方が早いとか。あ、パズルのピースゲット。あ、凍ってる。あ、こちらが正解でしたか。グイよろしく。ここはグイでしょ。あ、ボンカーズでも全然良かったんですか。あ、いやー、グイに頼りすぎだね、俺も。あ、いろんな道が開いたぜ。でもここの隠し扉にレインボーのやつは絶対にある。お寿司いっぱい、みんなお腹いっぱい、ワンナップもいっぱい、レインボーもゲット、最高じゃないですか。じゃあこちらゴールまで駆け抜けてしまいましょう。でもゴールどこなんでしょうね。ゴールはどこ。こっち。あー、時期じゃないと行かれないのね。なるほど。あ、行けるようになったね。はい、ボーンボーン。凍ってる時じゃないと行かれないのか。なんかこういうギミックって、なんつうんだ、あれみたい。銀河に願いの最初のステージのあれ、そういうギミックっぽさがあって、非常になんか良かったですね。懐かしいというか、ああこういうギミック見覚えあるわーみたいな感じ。ああ知ってる知ってるって感じ、すごい。なんかそんな感じだったんですよ、今やってた感じは。もうみんな潰れそうでやばいですね。うわー、みんなー、わー、俺が悪い、今のは。うわー、わー、みんな潰れちゃう、やばい。慌てすぎ、回避。もう、みんな潰れないで。潰れる前に俺が逃げる。あぶねー。ケアレスミスするとこだったぜ。よいしょ。おい、痛い。ああ、料理されてるダブルツインカーズってなかなかですね。おやただな、ツインカーズって強え。あー、料理しないで、僕のやつ。たた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 。あー、悪すぎやで。おー、みんな料理されてて大騒ぎ。おやー。おやー。よいしょ。リスク系。よいしょ。あ。ボンカース死んだし、倒れた瞬間に。お料理。分かった、助けてあげるよ。はっ、はっ、It's 料理タイム、ランチタイムしましょう。
と思ったらないですね、何も。あ、ありました。どう使うんだっけな。こうだったね。コンコン、みんなゆっくり煮込みましょう。グッツ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 煮込んでね。ごちそうたっぷり、みんなもおくぞい。さあ、みんなでお腹いっぱい食べましょう。もう食いきれないよってね、ぐらい食べちゃいましょう。さあ、そして、こうで、行く前に水。あれもなかった。はーい、クリアー、やったね。さあ、ゴールゲーム行っちゃいましょう。よいしょ、ポン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 。よいしょ。いいっすね、これでいい具合に決まったぞ。はーい、はーい。そして次のエクストラステージどこだっけ。アルファやったらベータでしょ。ベータこれベータだね。じゃあじゃあレインボーのピースを探しに行ってみましょう。さあ行くぞ。うおー、降りていく。多分これ重要でしょう。軽やかな音楽だぜ。なんかノリノリになっちゃうね。おー、風いた。風に流されすぎた。風に身を任せすぎたぜ。みんなごめんよ。うわー、流されていく。流される途中で速攻で回復の音でたまるのはきついで。うわおうわおうわお、ストーン、石の硬い男、ドゴーン。はい、次行くぞ。くずい。これはどうすればいいのかな。あなた来ないの。なるほど、ストーンが必要だな。あれはストーン。はい、ナイスゴーイ。はい、でいつの間にかはルートの仲間だったけど、あ、ボンカースがいれば大丈夫だった。じゃじゃん、無事クリ、無事ゲット。あっさりゲットしたな今回は。じゃあ、あとはゴールに向かってひたすら走るだけだな。よいしょ、じゃあ駆け抜けていくぜ。風に流されていく。うわー、落ちそうで怖い。よいしょ、なんだこれ、富士山だった。うわお、こういうのもあるのか。いやー、これはなかなか面白い。よいしょ、うわー、勢いよく進んでストーンがなくなったけど、気にするのはもう。あとは駆け抜けるだけじゃ。みんな俺に引っ張っていけるで。わお、グリーンが豪快に突き進む。おしょい、わしょい。そしてそろそろゴールかいと思い込んでいるだけだったりして、よいしょ、シュ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 、駆け抜ける。みんな開けましょう。よいしょ、チャーン。よいしょよいしょよいしょ、はい、せーの、ドン。気持ちいい。わお、なんか知らんけど勝手にボンカスになった。勝手に言って失礼だけど。わあ、すげえパワフルだ。みんなさあ、みんなで勝利のご褒美返す。あ、取れなかった俺が。はい、せーの、はい。わあ、気持ちのいいシャワーだー。ちょっと残ったね。よいしょよいしょ。で、104機ってどんどん来んねん。イエーイ。さあ、重量級の感じでやっていくぞ。ほほう。さあ、ゴーズゲーム。はい、ポン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 。1個足りないじゃないか。はい、
はい、言ってて足りないよーって。さあ、ピース。さらにピースが増えましたぜ。レインボーピースゲット。いやー、来たぜ。ゲットだぜ。はい、ゲット。残るはあと2つ。エクストラスター、なんだっけ、シータだっけ。名前はちゃんと覚えてないのね、俺。ここだね。そう。あ、ガンマだった。失礼しました。エクストラスター、ガンマだね。次に残、やるのは、まあ、やるのは次の、次の回なんだけどね。というわけで、次回、やるステージは、エクストラスター、ガンマです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。